1614年公開の時にブロックが作成した地図、初めてニューネーデルラントという地名が使われている。アドリアン・ブロックはオランダの貿易省海洋探検家であり、1611年から1614年に現在のアメリカ合衆国ニュージャージー州からマサチューセッツ州の間の海岸や河川流域を探検したことで知られている。この探検は1609年に ヘンリー・ハドソンが行った探検に続くものだった。ブロック島やロード島を名付け、先住民との交易を最も初期に始め、最後の航海となった1614年の時に作った地図は、大西洋岸中部の地形を初めて表し、ニューネーデルラントという地名も初めて使った。ロングアイランドサウンドやコネチカット側に入った初めてのヨーロッパ人とされており、 マインハッタン島やロングアイランドが島であることを突き止めたとされている。ブロックはその生涯の大半を海の上で過ごしたが、アムステルダムを終生の住みかと言っていた。1603年10月26日にネールテイ・ヘンドリックス・バンゲルダーと結婚し、1607年から1615年に5人の子供が生まれた。1606年。 アムステルダムのウーデワール通りのデツイ・ボンテクレーンと呼ばれる家に移転し、生涯そこに住み続けることになった。1590年代にはすでに貿易商を始めており、北ヨーロッパで積んだ木材を森林のなくなったスペインに運んでいた。例えば1596年4月には、ノルウェーの木材をスペインのビルバオに運んだとされている。そこからは、 リバデオに向い、カディスに運ぶ商品を買った。1601年4月、アムステルダムを出港して、オランダ領東、インドに向かう戦団の護衛につき、おそらく、モルッカ諸島まで足を伸ばして、1603年に帰国した。1604年春、イタリアのリグーリアに品物を運んだ後、キプロスまで航海して、商品を買い、それを、ベネツィアで売ろうとした。 この貿易には失敗し、その後はアムステルダムへの帰国の途に着いた。リスボンを過ぎる時にドイツのリューベックを本拠にする船がブラジルへの航海から戻っているところに出会った。ブロックはオランダ政府から敵船を捕まえる許可書を得ていたので、その権利を行使してその船を打破し、積み荷ともにアムステルダムに連れ帰った。 その船と商品のいくらかは所有者に返却したが、多くの金を得ることができ、それでおそらくは、ウーデワールの家を買うことができた。1609年に、ハドソンが、ハドソン川流域で、インディアンと接触したことに続いて、アムステルダムのオランダ人商人が当時ヨーロッパで、魅力的な市場になっていたビーバーの生川を、交易できる。 可能性があるものとしてこの地域を探検する価値を判断した。翌1610年、四面ランベルツマウ船長のモニケンダムの商船がハドソン川で沈没し、翌1611年、ルーテル派商人集団の注文で、ブロックと仲間の船長ヘンドリック・クリスチャン船が、 ハドソンの探検した地域を採訪し、毛川と共に、インディアン州長の息子二人を連れて戻った。毛川交易がうまくいく可能性が生まれたので、レーデルラント連邦共和国の生態であるスターテン、ヘネラールが、1614年3月27日に、新しい国、港及び経路を発見したものに、3年以内に4回の、 公開を行い、帰国後14日以内に詳細報告書を提出すれば、排他的特許を与えるという声明を発布することになった。マンハッタンで経流されているオンラスト号の復元戦1614年、ブロックはタイガー号とその他交易のための特別準備をした、小船数席とともにハドソン川下流に4回目の公開を行った。 マンハッタン島南部に警戦している時にタイガー号は失火により破壊された。その冬の間、ブロックとその乗組員はレナペ族インディアンの助けを得て全長42フィート積載量16トンのオンラスト号と呼んだ船を建造した。この船でブロックはイースト側を航行しヘルゲートを抜けてロングアイランドサウンドに入った。 最初のヨーロッパ人になった。ロングアイランドサウンドを航行する間にフルサトニック、川やコネチカット川に入り、少なくとも60マイル上流の現在のハートフォードにまで探検した。ロングアイランドサウンドの外れでは、ブロック島を識別してその島に自分の名前を付け、ナラガンセットワンではおそらく現在のロード島に、その赤い大地の色からロードアイラントと名付けた。 ケープコッドでは遠征隊の別の船と出会い、そこにオンラスト号を残してヨーロッパに戻った。ブロックはコネチカットにいくつかの植民地を作った。その最初の一つが現在のウィンザーである。そこでの生活は冬のことだったので厳しくコネチカット側は凍った。ブロックは帰国すると当時わかっている情報をまとめてその後海の地図を作った。 ブロックの地図は、イギリス領バージニアとフランス領カナダの間の地域に、初めて、ニューネーデルラントという地名を当て、さらにロングアイランドが島であることも初めて示した。1614年10月11日、ブロック、クリスチャンセンなど、その他12人の商人のグループが、この地域の排他的交易権を得るための請願書を、スターテン・ヘネラールに提出した。 彼らが新しく結成した会社であるニューネーデルラント会社が北緯40度線と45度線の間で3年間の排他的権益を認められた。ブロックは1614年7月にアムステルダムに戻った後、新世界に二度と戻ることはなかった。1615年、ブロックは、 ノールとシェ外車社からスピッツベルゲン島に派遣される3隻のマイオブオート11隻の捕鯨戦船隊の兵団部長になった。ブロックは1627年に死ぬまで航海を続けた。その以外はアムステルダムのウーデカークで妻の隣の墓に埋葬された。コネチカット州ハートフォードで多額の金をかけたコネチカット川再開発プロジェクトはブロックにちなんで アドリアン・ランディングと名付けられている。ニューヨーク市クイーンズ区フラッシングの中学校は、ブロックにちなむ名前を持っている。History of the United States of America, from the discovery of the continent, George Bankroft, 1886, Volume 1P489, archiver.rootsweb.com.ABC Tom Anderson This Fine <re> Piece of Water. <re pe at> アンエンバイロメンタルヒストリーオブロングアイランドサウンド、イエールユニバーシティプレス。2002、P37 から40、アドリオンブロックアーカイブド2004年3月16日、アットザ・ウェイバックマシン、ダッチプレースネームズ、ハットザ・ソサエティオブコロニアルオーズ。ありがとうございます。